だってレアル・マドリード、フロレンティーノ・ペレスじゃないときにタイトルそんな取れてないでしょ、あの人が一回追い落とされたときさ。あの人がお金作ったじゃん。あの練習場相場以上のお金で売ったりとかしてさ。で、今さ、レアル・マドリード自体もさ、大きい補強ばっかり注目されるけど、まあ取れなかったけど、エンバペだとか、ちょっと前だとアザールだとか、実際はさ、フェラン・メンディ取ってくるとかさ、チュアメニは一応大きい補強になったけど、地味な補強も当てるじゃないですか。で、ブランディングちゃんとしてるから選手たちも来たがるし、逆にバルサなんかね、ボロボロになってメッシまで出さなきゃいけなくなって、今復活してしきってるとは全然言えないみたいな。そうだから、監督か選手かって言われるんだけど、その強いチームを作るっていうのは、一番上がしっかりしてるかどうかっていう、やるべきことをやれてるかどうかなんですよね。だからリバプールはフェンウェイスポーツグループでいいんだっけ、 FSG が買収した後強くなっていったし、アーセナルだってね、今のね、なんか息子さんが一応実験は一番お父さんなのかもしれないけど、実務的なというか、ちゃんと携わる人がね、ある程度をしっかり信用してみたいな再建のプランを練って、今良くなってるじゃないですか。シティグループもそうだけど、全部そうなんよ。いくら金あったってね、そう、三木谷さんとか神戸はね、あんなことになっちゃってるし。だから、まあね、森保さんが表立ってね、見えちゃうけど、実際に、おかしなのは田嶋さんなんだよね。じゃあ、田嶋会長変わらないと無理じゃん。もうそうだよ。田嶋会長が変わっても無理かもね。日本サッカーってそういうところだよ。村社会というか、それこそ、ガンニバル見て、ああ、こういうことだな、みたいな。村社会の恐ろしさ、村っていうか田舎の恐ろしさなんだけど、そこにある風習とか、しきたりとか、そういうものに入っていかないといけないからね。それを壊せるかどうかっていうのはね、すごい強烈なパワーが、一人の強烈なパワーだけじゃ変えれないからね。田島さん、あれ、次、最大任期が何年みたいなんで、次が最長任期が何年みたいな、次が最長なのか。どうなんだろうね。なんか、引退した後さ、上皇聖爵で何て言うんだっけ、前もこれ、呼び方忘れたよ。なんか、実権握ってなさそうで握る政治あるじゃん。社長はこの視点して、人にしてるけど、実際は、みたいな。わかんないけどね。あ、院政だ、院政。院政が毎回出てこなくなるんだ。ありがとう。そう。なんか、田島さん、上皇顔だしね。院政してる顔なんだよな。公家にいそうなんだよな、すごい。